この度は、神頼みしすぎて俺の未来がやばい、を起動してくださり、誠にありがとうございます。ちょっとちょっと、硬いですよ、ななみさん。もう少し柔らかい感じで行きましょう。ほら、笑顔で笑顔で。まあ、こういうご時世だからね。注意事項はしっかり確認しておかないといけないんじゃないかな。うん、それは確かにそうですね。まずは、このゲームに登場する人物や、団体、地名、その他すべてのものはフィクションです。ですよね。それから、このゲームに登場する人物は、全員18歳以上だから。そのあたり、理解してもらえると嬉しいな。はい、ちゃんと確認できましたね。それじゃあ早速、神山の世界に突撃しましょう。私たちと一緒に、たくさん思い出を作りましょうね。神頼みしすぎて俺の未来がやばい。始まります。神頼みしすぎて俺の未来がやばい。あなたが快適にプレイできる環境へ整えてください。サウンドの設定画面です。ショートカットキーの一覧です。ではでは、始まり始まり。はじめまして、神林はじめさん。あたしは縁結びの神様です。神山、どうもこんばんは。いやー、そうみたいですね。最近では熱心にお参りする人もめっきり減ったみたいで。私も大変なんですよ。種も仕掛けもありませんよ。私は単なる美少女ゴッドですから。マジシャンでも手品師でもございません。つまりこういうことです。呼ばれて飛び出て、こんばんは。
こ一緒っと。失礼しまーす。改めまして、こんばんは。あなたのもとに派遣されました縁結びの神様ことうららです。ですからうららですよ。縁結びの神様です。いわゆるゴッドですね。G.O.D. マジですよ。あなたもさっき見たでしょ。あんなことできるのはそれこそ人知を超えた存在だけですってば。神様とか悪霊とかね。家ですから神様ですって。なんでそんなことしなきゃいけないんですか。私の得にもなりゃしないのに。なるほど、それはごもっとも。だったら体で教えてあげましょう。それじゃあ、一名様ご案内。それでは改めまして、ご本はじめまして、神林はじめさん。私は縁結びの神様です。はいな、そう言ってるじゃないですか。横断の間って言いまして、まあ私と謁見するためのスペースです。私の神様パワーで生み出した精神だったり時だったり、そういう部屋って思ってもらえれば。ともあれ、私の話を聞いてくれる気になりましたか。理解が早いですね。さすがは神社マニア。まあ、あのままギャースか騒がれてたら面倒だったんで、こうして拉致っちゃったんですけど、落ち着いてくれたらもういいですよね。というわけで、横断の間だと私が来た目的を話せませんからね。まあまあ、そんな堅苦しくならずに楽にしてくださいって、私の家じゃないんですけどね。それでどういう意味かと言いますと、これ気づき神社のお守りですね。そんなマイナーどころまで抑えるなんて資料通りの人ですね、神林はじめさん。笹坂神社ですよね。去年に2回、今年に入ってから1回、随分と熱心に足を運んでらっしゃいますね。
他にも足を運べる範囲の神社はほとんど網羅してますね。しかもそのほとんどが縁結び系の神社に。部屋のあちこちには恋愛成就のお守り、そしてそして極めつけは検索履歴。乙女かと言いたくなるくらいに恋のおまじないラッシュ。別に責めているわけじゃないんですよ。逆にありがとうございますって感じです。かくも我々を信仰していただき、感謝の極みが暗いですよ。ですがそれが良くなかった。あなたは1年以内に運命の相手と結ばれないと大変なことになります。やりすぎちゃったんですよ、あなたは。お参りに恋のおまじない、古今東西つつうらうら、いろいろなものを混ぜすぎてしまったんです。そして、その中のいくつかに本物があった。ガチの儀式が簡略化されて伝わっているものがたまーにあるんですよね。Yes, Your Highness!たとえ良薬でも過ぎてしまったら体を壊す元になる、そういうことです。一生 DT のまま人生を終えます。イエス、前向きに考えるとそういうことです。はいはい、そんな顔しなくても大丈夫ですって。運命の相手候補はすでに調べてありますんで。左から南雲七海さん、赤木鈴奈さん、須郷ゆかりさんです。そういうことはいいですから、ちゃんと女の子見る。その鈴奈さんですよ。それでですね、まずは彼女たちに会わないといけないわけですが、彼女たちは全員が私立高根の宮学園に通っています。だから寮に入らないといけませんね。今って確か5月ですよね。高根宮学園は転入生を随時受け入れているみたいですけど、やっぱり定員は4月が一番多いですね。というわけでそこを狙いましょう。ええ、そうしないと会えないでしょ。まあ、あと11ヶ月ですか。それを全部勉強に費やせば転入試験なんて楽勝でしょう。人生ってのはそういうものでしょう。楽してどうするんですか。自らの手で勝ち取る、それこそが人間の素晴らしさ。
私に見せてください、あなたの素晴らしさを。それを間近で観察することが私の使命。さすがにね、個人的に肩入れするわけにもいかないので。さあどうします、神林はじめさん。いい返事です。それじゃあ早速始めましょうか。転入試験へ向けての勉強、不詳私がサポートさせていただきますので。それはですね、ちょいとお待ちを。はい、これで万事 OK です。ちょっと待ってたらわかりますよ。はじめ、さっきからうるさいんだけど、どうかした？なんだ、うららと一緒だったのね。兄弟仲がいいのはいいけど、夜は静かにね。はーい。そういう設定にしておきました。なんたってあたしは縁結びの神様ですからね。あ、ついでに服も変えておきました。さすがにあの姿はこの場に不自然なので。いえ、アプリの力です。人間の生活に紛れ込むことだってできる。そう、神フォンならね。ともあれ、妹として近くでサポートしますので、これからよろしくお願いしますね、兄さん。ダメですって、妹相手なんですから敬語は禁止で。はいな。
やっとここまで来ましたね、兄さん。セーブを実行いたしました。コンフィグ画面です。お好みに設定してくださいね。